鳥の衝突防止、カが役立つ。成田空港で実験。2。バードストライクが起きると、確認のため滑走路を閉鎖する必要があり、運行に支障が出る。エンジンに巻き込まれると停止する恐れもある。同空港周辺は、ツバメやスズメ、ヒバリなどの鳥が多く、昨年は113回発生。このため、1日に5回程度。 職員が滑走路周辺を巡回し、鳥を確認すると空砲で威嚇していた。